はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の歴史平安時代丸一基本編をお送りします。で、前回ね、奈良時代が終わり、ここからね平安時代をやっていきます。で、まあね、いつも通り穴埋め形式になってますので、1番から17番できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、まあちょっとね、わかんないなっていうのがあれば、今から全部説明するんで聞いてもらえたらと思います。でね、ちょっと風邪治ってなくてがっつり鼻声なんですけど、まあ、ちょっと頑張って喋りますんで、どうぞよろしくお願いします。では、まあね、今回平安の話をしていくんだけど、奈良時代の後半、まあ、奈良のとこでも説明してるけど、奈良の後半ね、僧とか貴族っていうのがね、まあ、勢力を持ち始める、自分の土地増やせるようになったからさ。で、そうするとね、争いが起こるわけだ。で、その争いが結構ひどくなっちゃって、政治が混乱し始めます、ここね。で、その混乱した政治を立て直そうとして、ホニャダラ天皇っていうのが784年に都を長岡京に移します。まずこれ天皇の名前いきましょう。これはちょっと狭かったかな、これで桓武天皇と言いますね。で、この人が都を移す。で、移した後にまたすぐ移します。で、こっちはね、そんなに出てこないテスト、784年の長岡京は。で、大事なのはこっちで、その後10年後、794年に今の京都市に移します。で、その移した都の名前が、これ超大事、これを平安京と言います。で、こっから約400年間の間を平安時代と言うんです。で、この年号と平安京って名前はすごく有名で、で、あとね、有名な語呂合わせが、泣くよ、うぐいす、平安京です。まあ、よくね、こう言われます。泣くよ、泣くよね。泣くよ、うぐいす、平安京と覚えると楽かと思います。で、この頃ですね、まあ、都が京都にあるでしょ。まあ、関西だよね、今のね。で、東北地方、まあ、ちょっと離れてますけど、東北地方に、朝廷、つまりこの都があるとこね、このままトップのとこです。に従おうとしないグループがいました。で、このグループの名前が、ちょっと漢字ね、難しいんですけど、虫編に、こう書いて、これで、えみしと言います、これ。えみしです。これグループね、っていう団体がいたの。で、ここ結構強くて、そのね、えみしに苦戦してました、朝廷が。ちょっと待ってね、もう一回同じ答えいきます。に苦戦してた朝廷は、ある人物をホニャララっていう役職に任命して、そいつの活躍で降伏させることに成功します。で、まず人の名前から、これね、長いんだ名前が。坂の上の、ちょっと感情性した、田村麻呂の間は、田村、これ名前です。で、読み方が坂の上の田村麻呂と言いますね。どれが名字やねんって感じだけどね。坂の上の田村麻呂をどういう役職に任命するかっていうと、これも長いんだな。これで征夷大将軍と言います。征夷大将軍です。で、これは恵比氏の氏がさ、ここに入ってるね、まあ、読み方意に変わっちゃうんだけど、恵比氏を制圧するための大将軍、大きな将軍っていう感じで覚えるといい。征夷大将軍です。で、ちなみにそこの恵比氏あるでしょ、グループ。で、これね、プチ情報で覚えてほしいんですけど、ここのリーダーの名前がアテルイと言います。たまに出てくるテストでアテルイです。で、このアテルイがね、まあ、指導してすごく強かったんだけど、結局降伏する。だからね、アテルイが降参するんだよ。降伏して諦めますって言って。
で、こうアテルイがね、まあ、しなんつうんだろうね、都に連れてかれるわけだ。で、自分から諦めたから坂の上の田村麻呂はね、こうまあ生かせて、生かしてあげて、許してあげてくださいみたいな感じで言うんだけど、それをね、願いが通じなくて、朝廷の偉い人にね、殺されてしまいます。アテルイは処刑されてする、うん、処刑されてしまう、うん、そんな流れがあります。まあこのアテルイはね、よかったら覚えておいてください。で、まあここまでちょっとね、戦いがありましたけど、9世紀の初めにね、日本に仏教の新しい宗派が入ってきます。仏教は仏教なんだけど、その中でなんとか宗っていうね、新しい考え方が入ってくる。で、2個です。まず2個、これ絶対覚えてください。で、セットで覚えてほしいんだけど、なんとか宗って名前、それを伝えた人、山、寺、この4つをセットで覚えるといい。で、まず1個目ね、これ比叡山って言います。比叡山で、もう比叡山って来たら寺の名前をセットでぜひ言えるようにしてほしくて、比叡山、ちょっと待って、よいしょ、比叡山延暦寺と言います。ちょっと縁が狭くなっちゃったね。比叡山延暦寺です。まずこれをセットで覚えてもらって、で、俺がね、いつもよく使ってんのは、天才延暦って覚えてしまうんだけど、俺は。天才延暦です。どういうことかっていうと、これ、宗の名前が天台宗と言います。で、人の名前が、これで、最長と言います。だからよく天才延暦って言っちゃうんだけど、俺は。だからこれセット、天台宗、最澄、比叡山、延暦寺、これをね、ちょっと面倒くさいんですが、ぜひセットで覚えてください。で、もう一個、今度はこれ高野山と言います。山の名前が高野山で、そこの寺の名前が、あ、間違っちゃった気がするだよね、間違っちゃった、金編じゃないね、ここね、よいしょ、金剛に峰と書いて金剛無事と言います。金剛無事、これも高野山、金剛無事、でもセットで覚えてください。で、金剛無事の方がまずなんとか宗、真実を優秀で真言宗と言います。真言宗です。で、人の名前が空に海で、空海と言います。で、俺はね、真空金剛とかって覚えてしまうんだけど、これも真言宗、空海、高野山、金剛無事ね、これをぜひセットでお願いします。で、またこの時ね、遣唐使、あの唐にね、こうやって使いを送ってたやつがね、派遣されなくなります。で、その年なんだけど、これ894年です。よく白紙に戻そう遣唐使って言います。白紙だからね。で、これ遣唐使送るのやめましょうよって言った人がいて、これが、ちょっと待ってね、菅原の道に、真実の真で道真と言います。菅原の道真です。これ学問の神様で祀られてるね、今ね。で、この人が一旦で遣唐使が派遣されなくなります。でね、その頃なんでかっていうと、まあ派遣するのにも危ないじゃん、海渡っていくから事故も起こるし、あとね、唐、ここがね、勢力がなくなってきます。でもそれをね、いろいろ考えた上でやめた方がいいって、メリットがないよって、ね、言ってくれたのがこの人です。で、結局そうなって、唐は滅ぶんです。で、滅んでその後、中国では、唐の次に、宋っていう国が、ね、力を持つし、で、朝鮮半島はね、もともと秦らが強かったんだよ、この頃。でも、その秦らが破れて、次に出てくるのが、これね、高句麗とちょっと似てるんだけど、
高栗の句がなくなります。これで高麗と言います。この国が力を持ち始めますので、まあ、この頃ね、中国では宋、朝鮮半島では高麗が力を持ってたんだと、ぜひ覚えておいてください。いいかな。あこれね、ごめんね、今更なんですけど、俺漢字間違ったね、一個。なんだっけ、動画内ではさ、ここ書いた時に訂正入れとくね、ごめんね。これ、奇変だ。ごめん。桓武天皇ってね、奇変なんです。それ、本当に失礼しました。訂正入れておくね。ちょっとここで、あ、やっと気づきやがったかって感じがすると思うんですが、大変失礼しました。では、今回は社会の歴史、平安時代丸一基本編をお送りしました。今回もね、見ていただいて、ごめん、親しみにとってね、間違っちゃった。見ていただいて、本当にありがとうございました。で、まだまだね、まあ、あとちょっとか、あと2本、平安時代続いていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。